集まります。楽しみにしてます。石井さんに会いたい、会いたいって。奈良からも和歌山から来ますよ。ダブルス。ダブルスね。あんまりダブルスない。悟ってますね、もう。当時、ものすごく大きくて、とてもサーフィンの映画では使うことがなかった愛知県の高青年金会館、大きなところでやりました。いっぱいになりました。すごかったですね。25年前、やっと家庭用ビデオが普及し始めた時代、サーフィン映画の多くが各地の公共施設などで自主上映されていた。多くのサーファーが一つの場所に集い、一つの映画を見て共感し、興奮し、楽しんでいた。そんな古き良き時代の熱い雰囲気は蘇るだろうか。7月24日金曜日、25年後ですね、12日土曜をもちまして、すごい映画が、ラストにやってきました。ビクサーと石井さんがこちらにご登壇でありますが、皆さん拍手でご覧ください。成功の陰で石井の心は分裂していったのかもしれない。一人のサーファーとして静けさを求める石井と、成功への野心に燃える石井と、そんな時たまたま訪れたのが八丈島だった。そのカメラマンのリコールさんと一緒に来て1週間ぐらいその滞在したことがあった。それは映画がアジアパラダイスのショックだったんですよね。その一つの、藤沢で2日間やった。湘南の沢がみんなしてそのホールがいっぱいになったという、そういう感激の中で、さあ帰ったら今度は東京の九段会館というところで上映がある。その2日間があるっていうね、その狭間だったんだけれども、その時何が起こって、それから25年経って今自分がここにいるっていうのが、それがもうその時に決まってしまったっていうのが一つの運命ですね。そういうことを考えながら、そのサービスを
大盛況に終わった。会場には若い世代のサーファーも多く、石井もリップさんも丁寧にサインに応じていた。名古屋での上映会を無事終えた。